イメラジオ第4490回今日は令和5年1月11日水曜日です時刻は午後8時半横浜広北水曜の夜が来ました広北の夜景は今宵もキラキラしていますね西の空にはいつも冬になると輝く星 きらめいていますさて夢ラジオ今回はブラジル議会襲撃事件取り上げましょうブラジル議会襲撃事件ブラジルの大統領選挙が行われてでルラ大統領というお方が とりあえず選出されたこれが昨年のことですねところがこの選挙に不正があったんだ電子選挙が不正だったということで負けた側負けた側の候補 の支持者たちがなんとブラジル議会を襲撃してものを壊すそんな映像が世界に流れましたこれが2日ぐらい前のことですねでこの負けた側の候補者は今ブラジルにおらずアメリカにいるしかもフロリダに ななんんででしょうねそしてまあ暴動した人たちは選挙やり直せと言ってるようですけどもちろんそんな意見は通らないまるで2年前今が2023年ですけど2021年にトランプ大統領は選挙で 勝っていたけどバイデン大統領に不正をやられて負けたんだ民主党の不正だということでアメリカの連邦議会に人が流れ込んで犠牲者も出た似てますよリスナーの皆さんもそう思いになったんではないでしょうか幸い 今回はその襲撃した人が2,000人とか3,000人とかいろいろ数がまちまちですが襲撃した人は多くても犠牲者は目立って出てないこれはまだ救いですよね似てるそして ちょっと選挙絡みではないんですけど選挙絡みではないんだけど昨年の暮れにドイツで帝国市民というそういう団体が武器持ってるんだその武器でドイツの連邦議会を乗っ取ろうとしているんだというそういう容疑で摘発されていましたねこのエメラジオでも何度も 会に分けてお話しましたから覚えてらっしゃるリスナーさんも多いことでしょう。つまりアメリカ2年前と今回のブラジルは選挙絡みで、そしてドイツはって言うと選挙というよりそもそもクーデター狙いで、けれどどれも自国の議会を襲撃しようとしていた。 そしてドイツの場合は単に感情に任せて自然発生的に起きたんではなくて計画されていたわけですよね。まあ議会への襲撃というのは民主主義の否定でで私は民主主義っていうのは守んなきゃいけないと思っています。 自由。これも守んなきゃいけないと思っています。だから自由と民主主義が保障される、そんな国でなきゃいけない。そう思っています。どんな国であれ。お隣の中国や北朝鮮では、自由もなければ民主主義もない。だからそういう制度を私は支持しない。まあそういう立場にありますから、当然この、 アメリカであれドイツであれブラジルであれその議会を襲撃するという行動これは非難する立場にあります。ただしこういう事件がたった一つの国の特殊な状況で起きているわけではなさそうだというのが懸念材料ですね。 今はどこの国も SNS 発達しやろうぜとなった場合そのつぶやきでドドっと人が集まるこれが可能になるそんな社会でもありますだからこそ日頃から民主主義は大事なんだとそして民主主義の根幹は選挙なんだとそしてその選挙は きっちり行われないとそもそも民主主義が守れないっていうことを教育しとかなきゃいけないメディアで伝え続けなきゃいけないですからこれだけ電子選挙あるいは郵便選挙というのが不正だと騒がれてるんだったらそのどっちもやるべきではないんですよね幸いなことに日本ではその電子選挙も 郵便選挙も行われていない。な昔ながらの紙に鉛筆で書く時代遅れのようでいてこれが一番選挙で不正が起きにくいブラジル議会襲撃事件、まあ、おそらく今回のこれは単発で終わってそれほど大きな影響は出ないと思われます。そしてアメリカと同様に、いくら、 負けた方の支持者が何か不正があったと言っても、もう結果が覆ったりもしない。時が経てば、今のルラ大統領ですね、そのお方の政権が軌道に乗っていくでしょう。ただし、議会の襲撃という、こういう行動に出てるということ、これが問題なわけですね。たとえ一過性だったとしても。 しかもこの手の話によく言われるのはその2年前のアメリカの襲撃事件もそう今回のブラジルのそれもそうでドイツの帝国市民もそうやっぱりそういった組織の中に誰かしら入り込んで そしてその人たちが実は先導してその人たちが動かしてこんな事件をやらせてるんじゃないかということもよく言われますねこれには証拠がありませんから私はそれがそうなのか分かりませんけど可能性はあるだろうなと思っておりますどんな組織もこのような 自らの組織とは別な意図を持って入ってきた人たち、どんな組織も自らの意図とは組織の意図とは別な意図を持って入ってきた人たち注意しないといけないですよね。用心するべきです。案外そういったことが今回のブラジル議会襲撃事件の日本人として見るとき教訓になるかもしれませんね。その。 組織の中に別な意図を持って入ってくる人がいたらどうしようということ。イメラジオ四千四百九十回。今回はブラジルの事件をお話しました。水曜の夜です。